どっこいせ福地山花火大会は、京都府福知山市の由良川わおとなしせはで、開催されていた花火大会。1932年より行われ、2011年には11万人を超える見物人が詰めかけるなど、北近畿地区では最大級の花火大会と称されていた。京都府下でも1959年までは最大の規模であったが、 翌1960年に、宇治市中心部で宇治川花火大会が開催されてからは、京都最大の花火大会の称号をそれに譲ったものの、それでも毎年10万人を超える人手で賑わい、その倍の20万人を超えることもあった宇治川花火大会に次ぐ人手を誇っていた。また、その規模ゆえに、どっこいせ福地山花火大会と宇治川花火大会を総称して、 京都に大花火大会と称されていた。どっこいせとは、福知山の伝統無形文化財である、福知山踊りの林から来ており、明智光秀が、福知山城を築く際妊婦たちがこの掛け声で資材を運んだと言われている。祭りは午前中に五霊神社の神事から始まり、その後御腰が街中を練り歩く。千五百もの灯籠流しが行われると花火が始まり、二尺玉や、 スターマインなど総勢6000発の花火が1時間半に渡り打ち上げられる。また、由良川河川時期には花火大会の観覧車のために300もの屋台が立ち並ぶ。どっこいせ福知山花火大会は、福知山どっこいせ祭り前半戦のメインイベントとされている。福知山どっこいせ祭りは14日から16日の前半、翌週の後半とに分かれており、十四日には、 オープニングイベント、16日には、子供大会が開催。後半は、福知山踊りが催され、どっこいせの掛け声とともに、福知山駅から市内の広小路を練り歩く。2013年8月15日19時30分頃死傷者を伴う爆発事故が発生した。死亡者3名、負傷者59名を出す3時となった。この影響で2014年度の党大会は、 同年春の段階で中止が決定し、2015年以降も開催を取りやめていたが、2016年に地元の NPO 法人イングローズによって事故があった戦時期で花火の打ち上げが行われた。しかし遺族らから、時期尚早、被害者の心情に配慮すべきという意見があり、2017年については、 開催しない方針となっている。このため、京都府での大規模の花火大会は、2013年、当時宇治市で開催されていた、京都に大花火大会のもう片方である、宇治川花火大会のみとなったが、これもこの事故の影響を受けて2017年まで中止した。当初2017年は規模を大幅縮小して開催する予定だったが、交通渋滞の問題や、 観客動員誘導などの警備上の問題などから、2017年度内の開催は断念し、当面の間開催再開を見合わせて、事実上廃止にする可能性を示唆しその後、宇治市は安全対策上の理由から、2017年12月7日に、正式に宇治川花火大会の廃止を決定した。これにより、京都府内での大規模花火大会は事実上消滅と思われていたが、 入れ違いに2018年より、京都市伏見区で、京都芸術花火が開催されることとなったため、曲がりなりにも大規模花火大会が継続されることとなった。ただし、この京都芸術花火は、文化庁の京都移転を記念して始まったものであるため、京都に大花火大会の代替としての開催ではない。なお、2020年度より2024年度までの期間、 京都芸術花火の会場である京都競馬場が大規模な改築工事を実施するため、その間の一時的な休止及び他の会場への一時的な振り替えが検討されている。また、これとは別に、その後2019年に亀岡市で開催されている亀岡平和浅井保津川市民花火大会が、打ち上げ数を約8000発に増やし、同大会に次ぐ規模の大規模花火大会に、 昇格している。ありがとうございます。